地味キャラ劇場飛んでけクンベンヘイダン。訓練兵団とは、巨人の侵攻を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける学校のようなものである。カン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 。ああ、すでに話を聞いた者もいると思うが、ブラウン訓練兵の給食費がなくなった。トン、いいか、全員目をつぶれ。何か知っている者がいたら手を挙げろ。す、アッカーマン訓練兵、何か知っているのか。いえ、サシャが怪しいと思います。ひどいですよミカさん、なんで私がライナーの給食費を。なんとなく。そんな、また貴様か。違います、私じゃありません。みんな信じてください。クリスタなら信じてくれますよね。だいたい私だっていう証拠でもあるんですか。バン、よしみんな、ここは僕に任せろ。アルミ、ポクポクポクチーン。わかったぞ、犯人はこの中にいる。それはもうわかってる。ポクポクポクチーン。わかったぞ、犯人はサシャだ。なんでですか。だって君、この前も食料庫から肉を盗んでたじゃないか。貴様、それは本当か。あのですね、アルミ、なんで今そのことを言うんですか。貴様には罰が必要なようだな。後で私の部屋まで来い。きっとまた晩ご飯抜きだ。どうしてこんなことに。日頃の行いが悪いせいだよ。アルミンのせいじゃないですか。私本当に盗んでないのに。じゃあ給食費はどこに行っちゃったっていうのさ。きっとライナーがどこかにしまって忘れちゃったんですよ。掃除でもしたら出てくるんじゃないですか。何？出た！ありましたよ、ほら、やっぱり。ライナー、ライナー。それどころじゃないよ、早く逃げないと。僕ら巨人に食べられちゃったの。ほらアルミン、見てくださいよ、給食費ありましたよ。今そんなことはどうでもいい。そんな、ひどいですよ。元はといえばミカサが。おい、どうなってんだ。そろそろ目を開けても見えるのか。訓練兵団とは、巨人の侵攻を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける学校のようなものである。エレー、ここにいたんだ。どうしたよアルミ。これ宿舎のベッドの下から見つけたんだけど、年頃の女性のことが書かれてる本だよ。いかがわしい本だって。それっていけないものなんだろう。教官に見つかったら大目玉だぞ。そんなこと言ってる場合じゃないんだ。この本によると、ほら！ね、すごいだろ？アルミ、こんなの読んでるところは他の誰かに見つかったりでもしたら。おい、貴様ら！何をやっている？これは誰だ？これを持ち込んだ奴は貴様らか？ブン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 。貴様か？ブンブン。え、アルミ！ということは貴様だな。違う。言い訳など聞かん。これは没収する。すイエーガー訓練兵、貴様は後で私の部屋に来い。
妙ですね、男子ってあんなものを喜んでるなんて。やっぱりエレンもこういうものに興味があるのかしら。ミカサは引き締まってるからいいじゃないですか。エレンなんかイチコロですよ。アルミ、何人のせいにしてるんだよ。だって走り込み50周の罰なんてやったら死んじゃうじゃないか。俺は死んでもいいのかよ。そんなことよりあの本を取り返しに行かなくちゃ。もう別にいいだろ、もともとお前のじゃないんだし。何を言ってるんだよエレン。あの本には炎の水、氷の大地、砂の雪原に匹敵する夢とロマンが詰まっているんだよ。なんだって！じゃあすぐに取り戻しに行こうぜ。校内調査兵団を結成だ。行くぞ。ヘラ、ほう、これはなかなか。今何かが。他、やった、大成功だ。よし、じゃあ早速僕が。ずるいぞアルミ。だって僕途中だったんだよ。お前何言ってんだ。くそ、本のことに夢中になってて巨人が近づいてるのに気づかなかったなんて。おいアルミ、読んでる場合じゃないだろ。待って、今ちょっといいところだから。お前訓練兵団とは、巨人の侵攻を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける学校のようなものである。ちくしょう、アルミンが。アルミン、くそ、駆逐してやる。待って、一人で行っても勝てない。けどよ、急がないとアルミンが。エレン、この世界は残酷なの。アルミンの分まで私たちは生き延びないと。俺に力がなかったせいでアルミンが。エレン、巨人を倒したければまずは相手のことを知らないと。そうか、でもどうしたらいいんだ。教官に相談したらいい。あ、そうだな。ガラ、教官。なんだ、イエガー訓練兵。巨人の弱点を教えてください。ん、熱心でいいことだ。巨人の弱点はズバリここ、うなじの部分だ。巨人はこの部分を大きく損傷すると再生することなく絶命する。ありがとうございます。だがな、イエーガー訓練兵、弱点を知ったからといって巨人が倒せるというものではない。その生態や行動パターン、それらを知り尽くした精鋭でさえ時には命を落とすことがあるのだ。ではまず巨人の生態についてだが。やばい、これは長くなりそうだ。こんなことをしている間にもアルミンが。教官、ありがとうございました。今日は弱点だけで十分です。待て、どこへ行こうというのだイエーガー訓練兵。貴様は今日掃除当番ではなかったか。それどころじゃないんです、教官。貴様、掃除をなめているな。人類最強の兵士は掃除にさえ手を抜かんものなのだぞ。エレン、仕方ない、ここは教官の言う通りにしよう。ねくそ、アルミンがいないせいで掃除がちっとも終わらねえ。しょっと、やっと終わったぜ。もう腹ペコだ。エレン、ちゃんと食べないと巨人には勝てない。そうだな、よし、飯だ飯だ。はあ、食った食った。よし、じゃあそろそろ。それじゃあ足りない、もっと食べないと。どうした。もうダメだ、腹いっぱいで動けねえ。今日はもう遅い、早く寝て明日に備えよう。そうだな、なんか忘れてるような気もするが。なあ
遅刻だ遅刻ガラッぜい、はあ、もうちょっとで遅刻するところだった遅い。まったく、アルミンが起こしてくれねえから。あれ、そういえばアルミンは出た。うわアルミン、よかった、無事だったのか。って、おまっ、はあ、遅いよ二人とも。忘れてたんじゃないの。ギク、ごめんなさい、準備に時間がかかってしまったの。あんまり待たせるから僕すっかり残せちゃって。うわっ、アルミン、アルミン、アルミン。地味キャラ劇場、飛んでけ訓練兵団。エレン、梶裕貴、ミカサ、石川結衣、アルミン、井上麻里奈、サシャ、小林優、キース、もがみつぐお。原作、伊佐山はじめ。キャラクターデザイン、ユーポン、カッコ、ニトロプラス、カッコ。